では今日は手軽にストライプを描いてみたいと思います。まず描画色を適当な色、背景色も白のままで大丈夫です。次にブラシパネルを出し、そこでオプションパネルのところから四角形のブラシを追加します。次に先ほど追加した四角形のブラシを選択します。ちょっと大きめのブラシにしときましょう。その次にカラーの設定で、だいたいこんな感じで設定してください。これでブラシの設定は終わり。閉じます。その次に、新規レイヤーを作ってから書きましょう。新規レイヤーを作りました。その状態で、シフトを押しながら、真横にダーッと書きます。これでストライプが完成しました。あとはですね、その書いたストライプを、コントロール T で自由変形モードにし、縦に伸ばします。あとは位置を調整して完成です。ストライプができました。で、斜めにしたい時とかはですね、自由変形ツールで斜めにしてやると、斜めのストライプになります。あとはサイズの調整をしてやれば完成。お手軽ですよね。終わります。